と僕の答えもきっと出ているだろう。クリスマスキャロルが流れる頃には誰を愛してるのか今は見えなくても、この手を少し伸ばせば届いていたのに、1ミリ何か足りない、愛のすれ違い、お互いを分かりすぎていて、心がよそ見できないのさ。クリスマスキャロルが聞こえる頃まで出会う前に戻って、もっと自由でいよう。クリスマスキャロルが聞こえる頃まで何が大切なのか一人考えたい。誰かがそばにいるのは暖かいけれど、背中を毛布代わりに抱き合えないから、近すぎて見えない支えは離れてみればわかるらしい。クリスマスキャロルが流れる頃には君と僕の答えもきっと出ているだろう。クリスマスキャロルが流れる頃には誰を愛してるのか今は見えなくても、クリスマスキャロルが流れる頃にはどういう君と僕に雪は降るのだろうか。クリスマスキャロルが流れる頃にはどういう君と僕に雪は降るのだろうか。